山中です。こんにちは。今回は PFM とは何なのかということを一緒に学んでいきたいと思います。はい、 PFM とは、PFM とはパーソナルファイナンシャルマネジメント、日本語で言うと個人資産管理のことです。最近よく耳にするので、自分の情報網に引っかかってくるのでまとめてみました。でですね、 PFM っていうのはまず物、特にサービス面から分析をしてみますとこんな感じになります。どんなことか一言で言うと、個人資産を一元管理をしていくことです。ただし PFM の厳密な定義はありません。お金の管理を手助けするソフトウェアの総称して扱われることもありますし、銀行や証券、保険など複数の口座情報を集約して一元的に管理させることや、そのものを言ったりもします。はい、で PFM のすごさっていうのはですね、お金の流れだけではなくて、さまざまなお金に関するデータを蓄積して利用者の消費行動や範囲を予測して、過去から次の行動を推測し、未来の投資や消費などを提案することができる、そのアドバイス、コンサルティング的なことができるってところがすごさですね。既存のクレジットカード会社だけではできなかった他社クレジットカードとの連携とかですね、使用目的、何のために使ったのかを把握するというところも PFM のすごさですね。はい、次は、モノサービスから、人、サービス提供業者、サービス提供者についてまとめています。日本でも世界でも、銀行系のサービスと銀行以外のサービスがあります。日本でも世界でも銀行系の PFM と銀行以外の提供する PFM があります。で、日本でも世界でも銀行が提供する PFM には、様々な、参入障壁といいますか、まあまあ、あんまり、まだまだかゆいところに手の届くサービスじゃないという課題があるようです。で、結論から言うと、PFM を日本で使うのであれば、マネーフォワードちょっと便利そうだよということです。はい、最後、情報面から、2点、注意点と今回の動画で参考にしたサイトを紹介します。まず注意点、注意点には、情報漏洩リスクがあります。これはどういうことかっていうと、便利と不便は、背中合わせで綱引きをしているトレードオフの関係ということですね。はい、おすすめしないやり方とおすすめするやり方があります。おすすめするやり方から伝えますね。サービスごとに、PFM ごとに個別の、ID、パス、多要素認証、IP 制限、生体認証などのセキュリティ対策をした方が良いです。で、最低限ですね、 ID パス多要素認証だけでもやっておくべきだということです。で、おすすめしないのは、便利で結構つけられてますけれども、Google アカウントとか Facebook アカウントとかですねと連携させるやり方はおすすめではないです。例えば Google とか Facebook の、ID パスワード情報が盗まれてしまったら、盗聴、盗撮されてしまったら、それを利用して、PFM にログインされてしまうっていうリスクをはらんでいるからですね。はい、何度も言いますが、便利と危険はこの綱引きのような関係なんですね、トレードオフ。はい、次、今回参考にしたのはこの3つのサイトです。詳しいことを知りたい人は読んでみてください。リンクをつけておきます。はい、以上が私山中が調べました PFM とは、パーソナルファイナンシャルマネジメント、日本語で言うと個人資産管理のことだというまとめの動画です。はい、今回も最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございます。以上、山中和志でした。それではまた。